山口美里さんです。よろしく。こんにちは。よろしくお願いします。お願いいたします。最近新たに始めたことがあるって聞いたんですが、はい、具体的にはどういうことなんでしょう。はい、YouTube の公式チャンネルを、はい、今回自分でちょっとお勉強して、うん、パソコンを頑張って作ってみました。自分でやったの。はい。大したもんや。時間がたっぷりあった。そうやな、おうち時間が長かったからね。長いから、うん、はい、こういう感じで、QR コードもつけて。そうなんです。そこからすぐね、はい、YouTube の自分の番組に入っていけるわけ、はい、公式チャンネルを皆さんぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。去年のコンサート、うん、岡山の、うん、コンサートをまずはアップしてみましたので、はい、ぜひ街歩きのファンの皆様もこちらの方もぜひ見てみてください、ね、女性よろしくお願いします。今女性の方の方がなんかパソコンとかそういう IT 系のなんか起用にある人増えたよね。そうでしょうか、うん、まあ、私もあんまり得意ではなかったので、うん、試行錯誤で周りの人に教えていただきながら頑張って作ったんですけど、素晴らしい、まあ、ちょっともうちょっとこここうとかあとかあるんですけど、うん、まあ、できることからやってみようと思いまして。いやすごいな、はい、もう尊敬しますわほんまに、はい、頑張ります。はい、山口美里さん YouTube 番組を解説いたしました。さあ今日は何を歌っていただけますか。はい、今日は賢い女じゃないけれどという昭和の隠れたヒット曲です。いい曲です。はい、はい、それではお聴きください。賢い女じゃないけれど。年の違いがどうだというの、人の噂がなんだというの、あなたと私に愛さえあれば、この世のどこかで暮らしてゆける、姉さん女房気取るほど賢い女じゃI'm not sure.